はい。こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。ただつばさです。今日は何の話かというと、戦略ですね。えっ、ー、と、競争をしない競争戦略という考え方をご紹介したいと思います。具体的には3つご紹介をして、戦略についての理解だとか、こううーん考え方を深めて いければなと思っています。それでは最後までぜひお聞きください。よろしくお願いします。今日のテーマは戦略ですね。競争戦略になります。ある本をご紹介して、そこに書かれていた3つの競争しない競争戦略をご紹介して、皆さんと一緒に戦略のものの見方だとか、見方を一緒に学んでいければと思っています。 でえー、と最初にご紹介したい本があるんですね。タイトルが、えー、競争しない競争戦略。サブタイトルが、えー、消耗戦から脱する、えー、3つの選択になります、えー。著者は山田英夫さんですね。でこの本、すごく、あのー、興味深く読みました。あのー、タイトルの通りこう、敵と戦わない戦略があの3つか、あのー、書かれているんですけれども、たくさん具体例があって、分かりやすく書かれていました。 で戦わないってこう戦略の本質的なところなんですよね。よくあの言われることで戦略という漢字を見るとえ戦いを略すと書きますよねで。戦略というのはそもそもは目的を達成するためのこうリソース配分の指針というふうに私は捉えているんですが目的を達成するためには何も必ずしも戦う必要はないんですよね。むしろえ戦って戦力を減らすよりかは戦わずに目的を達成するというのがすごくまあスマートなやり方になるんです。 まあそうした観点からも、この戦わずに、どういう戦略を描くかというのはすごく興味深くがあって、それを3つ、この後ご紹介していきます。はい。じゃあ、戦わないための戦略というのはえ何があるでしょうかでこの本に書かれていたのは3つあるんですね。で3つ言うと、日地戦略、不協和戦略、そして協調戦略になります。じゃあ、もう少し順番にこの3つについてえ掘り下げていきましょう。 はい。一つ目の戦わない戦略、ニッチ戦略ですね。皆さんはニッチという言葉、ニッチ市場などと使われるんですが、お聞きになったことはあるでしょうか。で、えっと、まず前提として、えっと、捉えておきたいなと思っているのが、差別化とニッチというのはこう違うということなんですよね。で、えっと、差別化というのは、うーんとリーダーとか大手プレイヤーと 戦う同じ土俵で戦うんだけれども日地戦略というのは土俵を変えて、まあ、戦わない戦略なんですよねなのであ,のあくまでこう日地というのはいないところ大手だとか、まあ、敵がいないところに入っていくというのが日地戦略になりますで日地戦略のポイントは何かというとこう戦力が豊富な、まあ、大手プレーヤーとかトップのプレイヤーがこう気づいていないあるいは知っていても入ろうとは思わないところ で自分たちがが生きる道を見出すというのが日地戦略なんです。でここの大手が知らずにあるいはこう入りたくても入っていけないところでどう自分たちの生きる道を築くか別の表現をすると参入衝撃をどう築くかが大事なんですよね。 で参入消費というのは、えー、自社の技術であったりだとかビジネスモデルあるいは、えー、ユーザー体験をすごく良いものにするといったようなこともありますし、えー、この本で書かれていて面白いなと思ったのはこうさん、えー、とその市場を、えー、いかに大手にとって魅力的に見せないという方、えー、とアプローチなんですよねで魅力的に見せない方法って何かというと市場規模を大きくしすぎないだとかその市場での利益率を高めすぎないあるいはその市場を一気にこう 立ち上げない、まあ、高成長にしない、これらに共通することは何かというと、大手には魅力的に見えないことを、あえて成長だとか、高収益率を実現しない、まあ、ブレーキをかけていきながら、参入衝撃を築いていく、こうした考え方が、すごくネッチ戦略をどうしていくかというのにつながって面白いなと思いました。はい、じゃあ、えー、と2つ目いきましょう、えー、戦わない戦略の2つ目は、不協和戦略ですね。 あのジレンマ戦略とも書かれていましたで不協和戦略何かというと相手が持っている資源とか強みを自分たちが意図的に無効にするやり方でさらには無効にするだけではなくていっそのこと弱みに転換できるところまで実現してしまうというのを狙いますでこうした大手が持っている資源とか強みを無効にすることによって 大手にとっては、その市場に入りたくても、参入するとジレンマが起こる。入って来られない。入りたくても入って来られない状況というのを作る。これがジレンマ戦略、不協和戦略の肝になります。じゃあ、えっと、例えば、どんな、こう、相手が持っている資源とか強みを無効にする、あるいは弱みにするというのがあるかというと、皆さん何かイメージできるでしょうか。例えばですけれども、あの、実店舗ですよね。 を多く持っているあるいは営業スタッフをたくさん抱えている大手にとってそうしたリソースを返さない方がむしろ効率よくビジネスができるというビジネスモデルよくあるのがインターネットで全部完結してしまうようなモデルですよね D2C ダイレクトコンシューマーのモデルにするとそうした店舗とか営業スタッフがこう負の資産コストだけを生むものになってしまうのでこうした市場で 不協和戦略というものを作っていくのが、この戦略でのポイントになります。はい。じゃあ、三つ目行きましょう。えっ、ー、と、戦わない戦略、三つ目は協調戦略ですね。で、えっ、ー、と、ここまでご説明した三つのうち二つ、日チ戦略と不協和戦略というのは、あの、あくまでこう、大手との大きなプレイヤー、戦力が豊富にあるプレイヤーとの住み分けだったんですよね。まあ、日中はまさに典型で、 大手が入ってこれないところに自分たちの、えーまあ、生き残るすべを見出していくやり方でした。で、この3つ目の協調戦略というのは、それとこう一線を隠しているんです。何かというと、えっ、ー、と、まあ、共に生きる道を選ぶなんですね。で具体的に協調戦略はどういうふうなやり方で、えー、共に生きる、まあ、共生を選ぶかというと、相手のバリューチェーンに自ら入っていくんですね。 もしくは、えっと、自分たちのバリューチェーンに他者を組み込むというのもあります。で、えっと、バリューチェーンに入っていくというのは何かというと、こう業務プロセス、バリューチェーンがあったとして、その一部を自分たちの方がうまくやれるんだとすると、そこの一部を自分たちが引き受けてしまう。バリューチェーン全体で見たときに、あの一部だけでも自分たちが 引き受けてかつその中で必要不可欠な存在になればバリューチェーン全体でも価値を出せますしもうお互いウィンウィンになれるんですよね。で、えっとまあ、そのためには自分たちの独自性であったり、えー、と強みをそのバリューチェーンの中で発揮するというのが大前提にはなりますが自分たちが持っているコ,アコンピタンスですよねあの強みにつながるこう源泉 を見極めてそれを生かしてバリューチェーン全体で見たときにより良いものができるという可能性があれば協調戦略強制共生もに生きるという戦略をすることによって自分たちは生き残っていくことができるんです。はいというわけでそろそろクロージングです。今回は戦略についてでした。戦わない戦略ですね競争しない競争戦略について3つご紹介してどういう,ような戦略があるか を皆さんと一緒にここままで考えてきました簡単に内容をまとめておくと、えっと、戦わない3つの戦略3つご紹介しました日地戦略と不協和戦略協調戦略ですで日地戦略と不協和戦略というのはすみ分けですよね日地というのは大手が入ってこれない市場を自分たちでは作って、まあ、そこで小さく生きていく不協和戦略は大手が 入ってこようとすると、する今までの資産だとか強みが無効化になってしまうようなこう相手に躊躇させるジンマを起こさせる戦略。その一方の3つ目の協調戦略というのは、まあ、共に生きるですね具体的には相手のバリューチェーンに入っていくことによって、まあ、そこで自分たちの存在価値を発揮するやり方強制の考え方でした、はい、今回も貴重なお時間を使って最後まで聞いていただきありがとうございました このチャンネルでは毎日更新をしています。次回ももしくは他のコンテンツもたくさんあるのでぜひご覧になってみてください。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。